孔子。孔子。孔子。九時。倉。紀元前552年9月28日。紀元前479年3月9日は、春秋時代の中国の思想家、哲学者。十家の思想。死は穴。意味がわ丘。字は中字、孔子とは尊称である。子は、先生という意味。ヨーロッパでは、ラテン語化された、カンフューショス、孔風詩の鬼役。 風刺は先生への損傷の名で知られている。読みの、孔子は、漢音、くじは語音。有力な諸公国が、領域国家の形成へと向かい、人口の流動化と、実力主義が横行して、旧来の都市国家の士族共同体を基礎とする、身分制秩序が解体されつつあった、週末、六国に生まれ、宗所への復興理想として、身分制秩序の再編と、 人道政治を掲げた。孔子の弟子たちは、孔子の思想を報じて、教団を作り、戦国時代、儒家となって、諸子百家の一家を成した。孔子と弟子たちの五六は、論語にまとめられた。三千人の弟子がおり、特に、身の陸芸に通じる者として七十子がいた。そのうち特に優れた皇帝は、アナモン十アキラと呼ばれ、その才能をことに四家に分けられている。すなわち、 特攻に、眼界、貧主圏、全白牛、中弓、言語に、才は、思考、政治に、全有、白、文学、学問のことに固有、小夏である。その他、孔の実践で知られ、公共の作者とされる、総三、総氏がおり、その弟子には、孔子の孫で、中央の作者とされる師士がいる。孔子の死後、十家は八杯に分かれた。その中で、家、 孟子は、生前説を唱え、孔子が最高の特目とした人詞に加え、実践が可能とされる特目義の思想を主張し、純教、純子は小悪説を唱えて、霊事主義を主張した。歌、書、礼、楽、駅、春秋といった、衆の書物を六教として、十家の経典とし、その儒家的な解釈学の立場から、来期や、駅伝春秋刺伝、春秋供養を伝え、 春秋国領伝といった、注釈書や、論文集であるつてが整理された、完成は寛大。孔子の死後、孟子、巡子といった後継者を出したが、戦国から、漢書期にかけてはあまり勢力が振るわなかった。しかし前漢、五漢を通じた中で徐々に勢力を伸ばしていき、国境化された。以後、時代により工芸はあるものの儒教は、中国思想の根幹たる存在となった。 20世紀、1910年代の新文化運動では、民主主義と科学を普及させる観点から、孔子及び儒教への批判が、雑誌、新青年などで展開され、1949年に成立した中華人民共和国では、1960年代後半から1970年代前半の文化大革命において、毛沢東とその部下達は、 非倫飛行運動という孔子と林平を結びつけて批判する運動を展開。孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされ、林平はその教えを現代に復古させようという現代の悪人であるとされた。近年、中国では中国共産党が新儒教主義また儒教社会主義を提唱し、儒教、将、また孔子がブランド名として活用されている穴子鳥。 孔子学院を参照。孔子の生まれた路、紀元前1055年、紀元前249年は、周公坦を開祖とする諸公国で、周公坦は、周王室の有力者で院を滅ぼした、武王の弟とされる。周公坦は、武王の子である西王を補佐し、国院直後の修を安定させたと伝えられている。周行坦は、征服地の三島半島の極府に封じられて、 諸侯の一人旅行となるが、路に向かうことはなく、着死の白金に赴むかせて、その支配を委ね、自らは、漢中の後継と河北平原への出口を訳する、落葉を拠点とする、州本国で調整に当たっていた。州交単は、州王朝の礼制を定めたとされ、霊学の基礎を築き、州大の儀式、儀礼について、州来、儀礼を表したとされる。 丹の時代から約500年後の春秋時代に生まれた、孔子は、炉の建国者、修公丹を、理想の聖人と崇めた。論語の伝えるところによれば孔子は、常に修公丹のことを夢に見続けるほどに警護し、ある時に夢に丹のことを見なかったので、念を取ったと嘆いた等ほどであった。炉では、修公丹の伝統を受け継ぎ、修王朝の古い霊性が、よく保存されていた。 この古い冷静をまとめ上げ、儒教として広大に伝えていったのが、孔子一門である。孔子が儒教を創出した背景には、炉に残る伝統文化があった。春秋時代に入ってからの路国は、進む、聖、祖といった周辺の大国に翻弄される小国となっていた。国内では、炉公室の文家である参観氏が政治の実権を握り、加藤政治を行っていた。 三観氏とは、孟尊氏、中尊氏、祝尊氏、木尊氏のことを言う。炉の第十五代君主、漢光の子に生まれた三兄弟の慶保、祝賀、末裕は、第十六代、将校の重臣となり、慶保から、孟尊氏、中尊氏、祝賀から、祝尊氏、末裕から、木尊氏,氏に分かれ代々の実権を握ってきた。特に権力を極めたのが、 貴村氏で、代々氏との役職につき、祝村氏が、柴、盲村氏、中村氏が、四空を務めた。孔子の生まれた当時は、上皇、紀元前572年紀元前542年の時代であった。紀元前562年には、貴村氏の貴村塾、末武氏の発議によって、それまで上下二軍組織だった六国軍を、上中華の三軍組織に変。 後に、参観氏は軍事を独占するようになる。紀元前552年、一説には、前551年に、六国昌平号返京の優、枢優、枢優、現在の三島省局府で、優大部の次男として生まれた。父は、すでに70歳を超えていた、宿良、宿良骨、母は、身分の低い16歳の巫女であった、頑長剤とされるが、論語の中には、 詳細な記述がない。父は、三観誌のうち比較的弱い妄想誌に仕える、軍人選手で、たびたびの戦闘で武勲を立てていた。沈着な判断をし、また腕力に優れたと伝わる。また、式には、宿領が、元子の娘との不正規な関係から孔子を生んだとも、自給という山に祈って、孔子を授かったとも記されている。このように出生に関しては、 諸説あるものの、いずれにしても、決して尊い身分ではなかったようである。願長材は、二三にある、不誇らの御子で、元氏の不治であると式は記す。貝塚茂カは、孔子は、死生児ではなかったが着氏ではなく諸子であったとした上で、後代の儒学者が偉人が、諸女解体で生まれる神話に基づいて脚色しようと、するのに対して、合理的な芝線の記述の方が不敬と見えても、 信頼できるとしている。孔子は後に、我は隠して戦士かりき、ゆえにひなびことに多能なりと語っている。式によれば、孔子の祖先は、宋の人であるという。孔子家語本政会では、さらに詳しく、系図を記し、孔子を、宋の励む孔の兄である、ドルチツナンの十代後の子孫であり、孔子の曽祖,祖父の母を祝の時に、炉に移ってきたと言っている。 孔子は三歳の時に父の宿僚を失い母の眼腸剤と共に極府の町へと移住したが十七歳の時に母も失い孤児として育ちながらも勉強に励んで霊園学を収めた幼少期には母の眼腸剤の影響を受けて葬式ごっこをして遊んでいたというしかし成長してからどのようにして霊学を学んだのかはわかっていないそのためか 例学の親を名乗って、告訴、修行坦を祀る、大病に入った時には、逆にあれは何か、これは何かと聞き回るなど、知識に、あやふやな面も見せているが、細かく確認することこそ、これが例であるとの説もある。また、老子に指示して、教えを受けたという説もある。弟子の思考は後に、風刺はいずくにか学ばざらん。しかも何の常のしかあらん。先生は、 どこでも誰にでも学ばれた。誰か特定の死について学問されたのではない。小張編と答えたと入れ、孔子は地方の小学に学び、地方の教頭に学んだ。特定の世紀の有名な学校で学んだわけではないという意味で独学であった。紀元前542年6月、炉の上皇が皇居すると、大使の炉公屋が即位するが、同年の9月、野は突然死したため、 上皇と再起の愛の子であるが、上皇、紀元前510年として君主に即位した。紀元前537年に、炉の軍事を独占して、伊や既孫氏は一軍を廃止すると共に私物化し、さらに三官氏が六国軍を三分し私軍化し、三夜による独裁体制が実現した。この前年の紀元前538年に十五歳の皇宮が、 学に志している。紀元前534年、孔子19歳の時に、宋の警官、剣官氏と結婚する。翌年、この恋、李字は、白魚が誕生。紀元前525年、28歳の孔子は、この頃までに、路に主観し、まず倉庫を管理する入りに、次に牧場を管理するのりたとなった。紀元前518年には、 孔子が初めてで子を取った記録が残っている。またこの年、孔子は、州の都である落葉へと留学している。紀元前517年、孔子が36歳の時に、第23代君主将校による、仙台君主上皇を祀る場で、宮廷の霊性が衰え、武学も不備で前人はわずか2名であった。他方、貴存氏の祭りの際には64人の前人が待った。 これを見て孔子は憤慨する。同年九月、将校が既存氏の既存以上を攻めるが、クーデターは失敗し、整え国外追放され、将校はそこで一生を終える。孔子も将校の後を追って、生に亡命する。この途上で、火星は虎よりも竹しなりの孤児が起こった。この間、炉は紀元前509年に、帝校が第二十四代君主に就任するまで、 空位時代であった。紀元前516年、生の傾向が孔子を召し出そうとしたが、最小の安永がこれを阻んだ。また、孔子は、生の主と臨死で肉の味がわからないほどに音楽に感銘を受ける。紀元前517年、孔子は、炉へと戻った。炉に戻ってからの孔子は長く主観せず、弟子を取り教育することに励んだ。眼界や、仲弓、 死行などの主要な弟子の多くは、この時期に入門している。紀元前505年、既存死当主の既存ここ、帰還子に仕えていた、陽子、陽子が反旗を翻して、炉の実権を握る。同年、陽子は、孔子を召し抱えようとし、また孔子も陽子に仕えようとしたが、それは実現しなかった。なお、陽子と孔子は二人とも巨漢で要望が似ており、 孔子は、洋子と見間違えられ、キ難に会ったことがある。紀元前502年に洋子は、祝孫氏、毛孫氏、中孫氏の家臣を従えて、三観氏の党主たちを追放する反乱を起こして、牢城戦を繰り広げたが、三観氏連合軍に敗れ、牢の隣国である姓に追放され、その後、そう、進むを転々とし、紀元前501年に、真の長村街に召し抱えられた。 紀元前501年、孔子52歳の時抵抗によって、中途の際に取り立てられた。その翌年の紀元前500年春、抵抗は、生の傾向と和義をし、強国の会と呼ばれる会見を行う。この時、生側から申し出た、武学隊は、矛や立ちを小道具で持っていたので、孔子は武学隊の手足を切らせた。春秋伝によれば、 これは有名な瞑想安氏による計略で、それを孔子が見破ったと言われる。傾向はおののき、義において、路に及ばないことを知った。この功績で孔子は最高裁判官である大志公に就任し、かつ外交官にもなった。孔子は進むとの長年の北方同盟から脱退した。三観氏がこれまで神の権力を背景に、路の君主に圧迫することを繰り返してきたからで、 それを禁絶するためだった。紀元前498年、弟子を元界以外全員取った小西部を中殺する。紀元前498年、孔子は弟子の中で武力に優れた城を既存氏に推薦した上で三冠氏の本城の城壁を破壊する計画を実行に移し、抵抗に進めて軍を進めたが、落とせなかった。これは先に、陽子が、 既存氏に反旗を翻したように、極府に国将として居住する三冠氏に対し、地方にある三冠氏の居城にいる有力家臣がその本城によって下国城を起こす傾向が勝ったため、この憂鬱を取り除くためのものとして孔師が抵抗並びに三冠氏に進めたもので、このため君主権を拡大できる抵抗のみならず、三冠氏の同意も一旦は得ることができた。しかし、 祝孫氏の本城城壁は破壊できたものの、家臣の抵抗にあって手こずり、孟孫氏の本城では、家臣が同意せずに城壁によって抵抗を続けた上、主君である孟孫氏もこれに納得して、反対の率に回ったために失敗した。翌年の紀元前497年に官を辞し、弟子と共に諸国巡遊の旅に出た。国政に失望したとも、参観氏の反撃とも言われる。 以後、孔子は13年の間諸国を転々とする。まず孔子が赴いたのは、守ルであり、ここに5年ほど滞在した。ついで紀元前493年、一旦進むに向かったが守ルに一旦戻り、宋へ向かおうとして、宋で妨害されたために、帝へと逃れ、ついで、陳に赴き、一旦サインに向かった時期を含めるとここに4年ほど滞在した。紀元前489年、 孔子は諏訪へに向かったが、同年には永遠と戻り、紀元前484年に、ロに帰国するまでは守るに滞在し続け。紀元前494年にはロで、愛公が第27代君主に就任する。前487年にロは、隣国の呉に攻められるも奮戦し、和解した。その後、生に攻められ敗北した。 全485年には、呉と共に整え攻め込み対象した。翌年の全484年にはまた、生に攻められた。紀元前484年、孔子は69歳の時に13年の亡命生活を経て、路に帰国し、死去するまで死所など、古典研究の整理を行う。この年、この恋が50歳で死んでいる。 翌前483年、孔子は、聖の観光を討伐するよう愛公に進軍を進めるが、実現しなかった。その3年後の前481年、聖の観光が、最小の伝必殺、陳必殺に視察されたのを受けて、孔子が再び整えの進軍を3度も進めるが、愛公は聞き入れなかった。論語の検問編にて、大部の末席に連なる以上、 聞き入れてもらえないのは分かっていても言わざるを得なかったと、嘆えと記すのはこの時のことである。孔子の作と伝えられる、歴史書、春秋は、愛公十四年、紀元前481年に、炉の西の王の沢、だ、伊田宅で狩りが行われた際、祝村氏に仕える御者が、麒麟を捉えたという記事、確林で終了する。このことから、後の学者は、孔子は、それが、 太平の世に現れるという聖獣、麒麟であるということに気づいて衝撃を受けた。太平とは遠藤医時代に本来出てきてはならない、麒麟が現れた上、捕まえた人々が、その神聖なはずの姿を不気味だとして恐れをなすという異常事態に、孔子は自分が今までやってきたことは何だったのかというやりきれなさから自分が整理を続けてきた。 どの歴史記録の最後にこの記事を書いて打ち切ったとも解釈している。ここから、確林は、物事の終わりや、絶筆のことを指すようになった。この年、一番弟子だった眼界は死去している。ついで紀元前480年には守るに仕えていた、白も殺された。紀元前479年に孔子は74歳で、母子局府の城北の死水のほとりに葬られた。 全漢の鹿、芝仙は、その功績を王に値すると評価し、孔子聖家とその弟子たちの伝記、中字弟子列でを表した。儒教では、そう、そう、無意の王のいと呼ぶことも多い。孔子の死後、前471年に愛公は、進むと同じく整い指揮官として進軍する。さらに、前468年に、 三冠氏の武力討伐を試みるも三冠氏に屈し、守る野数を転々とした後に、古史へ国外追放され、前467年にその地で没した。穴子の息子で、孔子の孫である、子子。紀元前483年、紀元前402年は幼くして、父と祖父を失ったため、孔子との面識はわずかだが、創子の教えを受け受かとなり、どの、 第30代君主、牧校。紀元前383年に仕えた。牧校は、在位期間中に改革を実行し、愛校、伊丹校、元親家の三代にわたる三冠氏の先生の問題から脱却し、露校室の権威を確立して、隣国の際との間で数度の戦争を展開した。孟子は、死子の学派から儒学を学んでいる。後、国としての衰退し、 紀元前249年に諏訪に併合され、滅亡した。人種、人間愛と、礼、規範に基づく、理想社会の実現。論語講師はそれまでのシャーマニズムのような原始儒教。ただし、儒教という故障の成立は、後世を体系化し、一つの道徳、思想に昇華させた、白川聖説。その根元義は、人種であり。 人氏が様々な場面において貫徹されることにより道徳が保たれると説いた。しかし、その根底には中国伝統の祖先崇拝があるため、儒教は人氏という人道の側面と霊という各調整を軸とする身分制度の双方を持つに至った。孔子は自らの思想を国政の場で実践することを望んだが、ほとんどその機会に恵まれなかった。 孔子は、優れた能力と魅力を持ちながら、世の乱れの原因を、社会や国際関係における構造やシステムの下ではなく個々の権力者の資質に求めたために、現実的な政治感覚や社会性の欠如を招いたとする見方がある。孔子の唱える体制への批判を、主とする意見は、支配者が交代するたびに聞き入れられなくなり、晩年は、 その都度失望して支配者のもとを去ることを繰り返した。それどころか、孔子の思想通り、最愛の弟子の眼界は石品を貫いて死に、理解者である弟子の白は、無本の際に主君を守って斬殺され、すっかり失望した孔子は不遇の末路を迎えた。孔子の没後、孔子に対して、時の異性者から、様々な風合が送られた。身長は九尺六寸。 2 1 6センチメートルの長身、春秋時代の威尺イコール2 2 5センチメートルとして計算で世に長と呼ばれたという四季講師成果。要望は上半身長く、下半身短く、背中曲がり、耳は後ろの方についていたという創始外物編。メッシは十分に精白されている米や生マス、霊肉を細く切ったものなどを好み、 時間が立ち群れや変色、悪臭がする飯や魚や肉、煮込みすぎ方崩れしたものは食べなかった。また季節外れのもの、切り口の雑な食べ物、適切な味付けがされていないものも食べなかった。祭祀でいただいた肉は当日中に食べる。自分の家に備えた肉は3日以上は持ち越さず、3日を過ぎれば食べないほか、食べる時には離さないと、飲食に関して、 強いこだわりを持っていた。孔子の子孫で著名な人物には、獅子,子、孔子の孫、アナ・暗黒、十一11世孫、コウ二十20世孫などがいる。孔子の子孫と称する者は数多く、直径でなければ、現在400万人を超すという。孔子に敬意を表するため、孔子その人に様々な風合が送られたのは前日の通りであるが、その子孫にも厚い待遇がなされた。 まず前漢の皇帝の中でも特に儒教に傾倒した元帝門が子孫にあたる穴派に後世君という称号を与えた。また次の聖帝の時、正平と梅福の権限により宋の君主の末裔を打の抜け、皇子の子孫である穴何歳が陰王の末裔を礼遇する地位である陰義美公に封じられた。続いて平帝門も皇妃としを 法政公として交流した。その後、時代を下って、宋の皇帝人宋は1055年、第46代、高隆史願いに、広子政公という称号を授与した。以後、広子政公の名は新朝まで変わることなく、受け継がれた。しかも、広子政公の待遇は、次第に良くなり、それまで三品間であったのを秋代には一品間に、格上げされた。これは名目的とはいえ、 官僚機構の主位となったことを意味する。公私公営に対する工具とは、単に称号にとどまるものではない。例えば、法政君アナハは、職有八百個を与えられ、法政公、公費都市も二千個を貸しされている。職有とは、簡単に言えば、事業所にあたり、この財政基盤によって、公私の歳子を絶やすことなく子孫が行うことができるようにするために与えられたのである。 儒教の国教家は、このように、孔子の子孫に手厚い保護を与え、繁栄を約束したと言える。孔子の死後すぐに、孔子の住居は、炉の愛好によって病に作り変えられた。この病、穴病は、歴代王朝によって、維持、拡張され、巨大な建築群となった。現代においては、北京の紫禁城に次ぎ、大安氏の大病とともに、 中国三大宮廷建築の一つと呼ばれている。また、四水のほとりに葬られた、孔子の墓である光林も、歴代の孔子の子孫が埋葬され続けるとともに、規模も拡大され、広大な墓所となった。この光林に埋葬されている孔子の子孫の数は10万人以上、ともされている。そして、宋朝期からは、穴病と光林を維持管理するために、穴家は、極府に邸宅を設け、 1055年に、広子聖公に封じられると維持管理の役所も兼ねるようになった。この邸宅は、広子聖公府、公府と呼ばれ、これも公世になるにつれて拡張され立派なものになっていった。この三つの建築群は合わせて、三公と呼ばれる。現在でも、三島省局府市には、穴病、公林、そして公府、旧省、広子聖公府が現存している。 第四十六代、高高史願いから、第七十七代高特性に至るまで、直系の子孫は甲府に住んでいた。なお、穴特性は中華人民共和国の成立に伴い、1949年に台湾へ移住している。中華人民共和国の外交官高専は、孔子の七十六代目の子孫と言われる。朝鮮の氏族の極富孔子の子孫である。 これらの参考の建築群は1994年にユネスコによって世界遺産に指定された。孔子の子孫一族に伝承する家系図は孔子予カ府である。孔子以降、現在に至るまで83代の系譜を収めた。この家系図は2005年にギネスワールドレコーズに世界一長い家系図として認定入れている。なおこのカフは2009年現在までに5回の 大回転が行われている。第1回は明治時代、1621年から1627年。第2回と、第3回は、清時代、1662年から1723年。1736年から1795年。第4回は中華民国時代。1930年から1937年。第5回は中華人民共和国時代。 1998年から2009年である。第5回目の大改定については、2008年12月31日に資料収集が終了。2009年9月24日に完成した。今回の講師予科府には初めて、中国国外及び女性の子孫も収録され、200万人以上の収録がなされた。小説映画、テレビドラマ漫画アニメコメディ。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。